高島龍と杉江松恋の文庫大研究,大研究2023年五月6月のその2でございます、えー、オリジナルで出る文庫はですね、えー、小説はなかなか小説の指標が出にくいということもありまして、えー、それなら、えー、こちらでやってみようということで始めました担当しますのは私杉江松恋と、はい、高島龍です ああ坂島さん、今月はどんな感じだったんですかあまり言いたくないんですけど、はいはい。先月の中旬にあの、こういうゲームが出まして。ああ、はい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 。勝木さんも買ったって言ってましたよ。やっちゃうからまだで,できてないって言ってました、ね。いやもう、うん、最初はや買うだけ買ってやらないつもりだったんですけど、ガンガンやって、うん、このひと月ほとんどツイッターもつり上げてないのは <laughs> それがゲーです。ああ、ゼルダの、ゼルダのゼルダの新作がちょっと、はい。 お多分一番くらい好きなゲーム。ううんうん、一番やっ,てやってきたゲームなので。あ<ー>ちょっとはい。僕、うん、はね、ディスクシステム版の最初のやつしかやったことがないんですよ、実際あ,<ー>あれはね、やりましたけどね。あの全部クリアすると、あのなんだ、裏面というか、もう一パターン始まるっていうのがびっくりして。うん あれ、以来、あれからやってないからもう何十年もやってないってことになりますよね。そうですね、うん。その間何本も出てるんですよね。そうですね。僕は知らないだけで。僕も小、だから小学校くらいからずっとやってきたので、そうですね。ゲームボーイとかのあたりから。ゲームボーイでもあったんだ。 まあ、それはちょっと手を出すと恐ろしいことになりそうだから。いや、本当恐ろしいです <laughs> で。気をつけてください。<laughs> 時間泥棒もいいと思いですね、それは。多分いや、本当に面白いし、<ー>やり込み要素が多すぎて。ああ、そういうの怖い怖い。僕もあの、なんだろう、リストがあると全部埋めたくなるタイプなので。ああ、それはダメですね、そういう人はね。ハマると帰ってこれなくなるやつですね、それはね。大変。まあまあ、じゃあ、まあ。 現実世界で読まれた本を紹介していただきましょうか。はいはい。えっと、じゃあ本目お願いします。はい。では、ここから冊目、こちらです。はいはい、話題作。はい。世界で一番透き通った物語。はい。杉ひかるさんの身長ネクス。はいはい。そうですね。もうみんなあちこちで読んで、うん。紹介してっていう感じで、うん。うん。なんですけど、まあ、ただ、なんだろう、まだ、 手を出すか迷っ,てられる迷ってるミステリー関係とかミステリー読みの方々で背中を押したいなと思って紹介することにしました、うんはい、はいはいはい。うん,うんとまあいろいろネタバレ厳禁とか、うん、絶対に予測不可能とかいろいろ衝撃の物語とかあるんですけどまあそれをさておいても、うんえー、話は割とシンプルで、はい、えと主人公がある大作家の隠し子っていうか、うん えっとなんだ、浮気相手、不倫相手の子供なんですけど、うんえー、その大作家が、えー、死ん大ミステリー作家が死んだので、えー、その遺作を探す話なんですねうんで。その遺作が世界で一番透き通った物語っていうタイトルで、なるほど。で、えっ、ー、と、本妻の息子、まあ、兄にあたるイボケか、主人公のイボケにあたる まあ、ちゃんとした、うんうん、認知されたちゃんとした息子の方が、うんうん、もうそのなんだ、えー、死んですぐだから今、幻の作品があれば、えー、話題になって売れるっていう金になるだろうってことで探してほしいっていう話をしてきて、なんですけど、えーと、まず主人公の母親が更生、えー、の仕事をしていもともと更生の仕事をしていて、その作家と知り合ったんですけど、 知り合って恋愛関係にあったんですけど、えー、主人公、まあ結婚するとかではなくて、まあ、そのミステリー作家も作品はすごいんですけど、人間としては結構アレな。あ<ー>とりあえず女性、近くにいる女性にはみんな手を出すみたいな感じの人で、編集者にしろ、いろんな構成にしろ、いろんな人にも手を出してるっていう。ダメですね。その構成をしている母親は、 えー、もう何年か前に死んでるんですけど、もともと主人公が、えーと、なんか大きな病気にかかって、手術をしなきゃいけなくなってるんですね。で、その手術の副作用っていうか、えー、ちょっと視神経に、えー、と影響が出てしまって、紙の本を読めなくなってしまったっていう、もともと母親が更生者だから本好きとして育てられて、えっ、ー、と、 と母親はミステリーとかが好きなんですけど主人公はファンタジーが好きみたいな感じで育ってきたんですけど子供の頃の,その手術のせいで紙の方が読めなくなってしまったただ電子書籍だったら普通に読めるけれど、うん、紙はだめ、うん、ただなんか母親の仕事を見ているとその構成のズリの,あのゲラは読めるなるほど、うん、っていうことでなんかもともとその目の病気以降はそのゲラを 母親の構成を手伝ったりして、普通に読めるので、いろいと。いう状態で、やってるうちに母親が死んでしまった。母親が死んで、一人暮らしになって、書店として働いてるんですけど、していたらその、自分の実の父親が死んだって話が来てうん、うんで、その最後に書いていた作品を探していくんですけど、その父親も、えー、となんだ、その。 本妻の子供以外には、その主人公だけしか子供がいないので、うんえー、なんか特別なんじゃないかって、そっちに言われたりするんですけど、で、その母親の親しかった編集者が手伝ってくれて、うんえー、その、ま、2人でいろいろ調べ関係者とか、その、もともと付き合っていた、ええー、と、なんだ、水商売の女性とか、うんえー、編集者、元担当編集者とか、いろんな人に話を聞いて、うんうん、その、 遺作である世界で一番透き通った物語に迫っていく。一応、父親はその作家はがんで死んだんですけど、なんか5年くらい闘病している間に書いていたはずだということが分かってきて、うん、その作品がどこにあるのか。まあ、当然、あのー、本家の方では主人公の家のどっかに隠してんじゃねえかとか、うんうん、そういう疑いとかもありながら。 えー、だんだん探していって、ついにっていう感じで、そうですね。うん、最終的には明らかになるっていう基本的なストーリーなんですね。なる,なるほど、なるほど。ストーリーとしてはしっかりした感じのね、読みやすい感じに聞こえますけど。ねうん、読みやすく、うんうん、そう、文章も結構。まあ、杉井さんですからね、うん、ベテランですそう,そうそうそう。うん うん、今伺った感じの中には、そのな,なんていうんですかねそのと、僕まで読んでないんですけどその、とんでもなく意外な展開っていうのが、どこに入るかまだちょっと検討がつかないか、検、ま、討、あ、つかない方が幸せに読めるから、それが一番いいと思うんですけど、なんかあれですか、やっぱりその話題になっちゃってるから、ポロリであの真相とか言っちゃってる。 感想とかもありました見た見らいや僕のフォロワーにはいなかったですけどなか。まあまあ、それは坂島さんのフォロワーだからですよね。<laughs> それだけた検索しない方があんまりいい。なるほど、なるほど、えー。やっぱりそれは、えーえー、情報がなるべく入らないようにして読んだ方がいいという感じですかね。後にあのー。 参考文化とか、検事とかが書いてるんですけど、うんうん、そこもう見ないほうがいい,いああ、わかります。そういうのが見ちゃうと、実は情報になることがありますからね。はいはい。じゃあ、だから本文の、えー、を順番に読んでいくようにして、<笑><笑>えー、頭から読むようにして、後ろの方をちらっと見たりしないようにしたほうがいいと。まあ,あの、もう真相が分かった人だったらいいと思うんですけど、読んでる途中で。ああ、そうか、そうか。 読んでる通りで、あ、これじゃねえか、死にそうって思った人は、最後読むと、あ、そっかそっかで、これで確信するとは思うんですけど。てか、実際実、実僕も半分くらいでよ、多少予想はついたんですけど。うん。うん。そうそうだ。うん,うん。まあ、ただあ、そう、あとその、ある作品と比較して語りたくなるんですけど、その作品を見ると、はいはい、なんだろう、<laughs> もう試みが、 分かってしまうっていうい感じなので、うん、両方ともバレちゃうやつですね。ダブルアウトだそ,そうです。うんうん、かなり難しい、語りづらい本筋の話、ただ本筋もしっかりえ、うん、かうまい、えなんだろう、うんうん、満足するラストに持っていってるので、全く問題はないと思うんですけど、衝撃の部分に関しては、うんうん できるだけ知らずに読んでほしいと思います。なるほど。そうですか。じゃあ、あんまりあれですね、それこれ以上はあんまり言わない方がよ、よ、よ、予見を与えないかもしれないですね。うんうん、そうですね。うんうん、あそうそうそう。あと、ちょっと、ちょっと面白かったのが、例えば、本好きの親子なので、うん、体操シーンとかで、その、まあ、横山秀夫や宮部みゆきとか、あと、エラリー・クイーンとかの話とかも、ちらっと出てくるんですけど、その中で一人だけちょっと特別扱いな人がいて、うん この中に京北さんが出てきそうで出てこないっていうところがあって、その、えっ、ー、と、父親の大作家が推理作家協会の新年会に行ったみたいな話が出てきて、うん、行ったけど、はいはい、京北さんに会いたくて行ったけど、うん、会えなかったみたいな話が出てきて。この、うん <laughs> でこの、京北さんは理事だから大体いると思うんですけどこの時点で一応理事長、うん うん、この間に交代しましたけどね。そうそうそう。うん、で、そこがちょっと個人的には面白かったところなんですけど。<笑><笑>それは実話なのかな、もしかすると。まあ、うん、そっちのなんだ、えっ、ー、と、なんだっけ、大作家の方は当然フィクションですけど、うん、えっとまあ、うん、時代が今、今っていうかちょっと前くらいなので、うん、一応、現実の水郷のと、 絡めて書いいたんじゃな,いかなと <laughs> あれ杉井さんって水経かな水経ですよ。そういうこと書いてるとこ見るとね。えっ、ー、とね。あ,あ、そうだ、水経だ。そうですよ、うん杉。杉井さんはね、僕の上名、名簿だと僕の上なんですよね。ああ杉井杉江だから。そう,そうそう。前はね、菅井光さんが僕の上だったんですよ。<ー>だから、菅井さんとよくね、あの、 郵便が間違えてくるってことがたまにあって、<ー>最近なくなったなと思ってみたら、あ、杉井さんが間に入ったからだと思ってうん。うん。そうなんですよ。そうそう,そう。それで覚えてた。うん。えー、そんななかなか面白い作家実話みたいのがちょっと、そうちょっとっ、うん。ノンフィクション的に入ってる感じなんですね。うん。面白いですね。 えー、ちょっとじゃあちょっと順番を入れ替えて読みますが、他にやることがちょっといっぱいあって、まだ読めてないので <laughs>、はい、ちょっとまあ、うっかりネタバラされる前に、僕も読みたいと思います。さあ、じゃあ、えー、と僕の2冊目いきますか。はい。はい、この2冊目はですね、えー、はい。えー この間も取り上げた作家なんでどうしようかなと思ったんですけど、面白かったんでしょうがないですね。ええー、2ヶ月前に、えっ、ー、と、なんだっけ、あれを、二ヶ月前ぐらいですね、十手笛を見く、取り物帳をね、取り上げたと思うんですけど、<laughs> はい。えー、今回ですね、誰が千姫を殺したか、邪神探偵豊臣秀頼、田中圭文さんで、交負団者文庫ですね。えっ、ー、とね、最近、交負団者文庫なんであれシュリンクするんですかね。<laughs> 立ち読みされると困るからなのかもしれないけどあと、あれです。値段の貼るっていうのが、税込みの値段を貼らなきゃいけなくなって、ああ上に貼るからか、そうそうでシュリンクの上から。印刷すると、税が上がったときにまた印刷しなさなきゃいけないから、なるほどね、上のシールだけで済まそうみたいな感じが、そもそものきっかけだったと思います。あいやそれはいいんですけどね、これけ、ね、奥付けの日付を知りたいんですよ、<laughs> 僕は。 僕は、新刊かどうかを知りたいので <laughs>、これもだからちょっと、うん、あの新刊であることをすうっかり忘れてて、あのー、取り上げ損なうところだったんですけど、新刊ですよね5月、5月の新刊。そう、5月16日か。ちょっとうっかりしてました。危ないところでしたんですけど、えっとね、田中さん、鳥、あのー、物帳、ジュテベオミクもそうなんですけど、時代ミステリーもいっぱい書いていて、 えーあのまあ、落語とか講談のね、あのー、台本も書いたりするぐらいですか非常にその世界に精通した人なんですけど、で、歴史ものもいっぱい書いてます。えーえっとね本、本のうちのやつとかあ、まあ、いろいろ本当にあの戦国時代舞台した話もいっぱい書いてらっしゃるんですけど、えー、今回はおお大阪、田中さんは大阪の方ですから、えー、大阪といえばやっぱり太閤さんということでですね、えー、大阪、夏の陣冬の陣を舞台に、あの が最初にか描かれます。えー、大阪落城ですね。えー、大阪落城、その、えーえー、次々に真田十勇士のですね、面々が散っていき、えー、荒木又右衛門、他の武将もどんどん命を落としていくというですね、大変勇壮なプロローグ。プロローグって言いつつ結構50ページもまて長いんですよ。だからそこのパートが、ええー、と、きちんと長いんですけど、で、その中で焦点になるのは、 千姫ですね。千姫は二代二代将軍、えー、徳川秀忠の娘で、えー、政略結婚により7歳の時に、えー、大阪城に送られてきて、豊臣秀頼と結婚するんですね。で、えー、そのまま、その12年が経ち、19歳の時、大阪のその夏の陣が起きるんですが、えー、もう、あれです。あの、人質なわけですね。淀、まあの、淀気味から見ると人質。 で、千姫を条件に講和をするのじゃ、と言って講和をしようとするんですけれども、えー、それがうまくいかずにですね、大阪は落城してしまうというのが最初に出てくるプロローグです。でそれから45年後だったかな。45年後。えー、大あの豊臣秀吉が築いた大阪城は、えー、と廃棄されちゃうんですけど、その後に新しい徳川将軍時代のシンボルとしての新大阪城が築かれるんですけど、これがですね、あの あの、か、災害で崩れちゃうんですね。あのー、この間の何年か前の熊本城のような形で崩れてしまって、補修をしなければなるということで、その、えー、地下に潜っていくとですね、そこに、ここまで行っているのか、どこまで行ってるかわかるんないですけど、あの、えー、そのね、奥に、豊臣秀頼がいるんですね。<laughs> 豊臣秀頼がいるんですよ。えっ、ー、とね、 なんでいるんだって話だけど、まあ、豊臣秀頼が、あのー、佐田幸村の手引きによって脱出して、えー、薩摩に逃げたっていうね、義経なんかと同じなんですけど、より秀頼脱出編っていうのはよく言われて、うん、その琉球とか薩摩に逃げたっていうのがね、あのー、 そういう伝承が大阪が元だと思うんですけど、あって、えー、まあまあ、人気があるんですよね。うん、要するに、秀頼がかわいそうだから逃げててほしいっていう民衆の、うん、まあ願望であの委託したもん、まあその本当にその大阪城の地下に逃げ延びていたんだけど、そこから出れなくなっちゃって、えー、当然ですけど、もう出られないから、あの一緒に逃げてた淀組とかは餓死しちゃうんですけど、秀頼だけはですね、その、 大阪城の地下に入っている苔を食べて生き延びていてですね<ー>、生き延びていたと。で、えー、そのだから苔の不思議な効果で、その、なんていうんですか、その、二十何歳の若さのままで,ですね、まあ生きていたという、まあこれじゃ言わない、これじゃ言わないんですけど、まあちょっと秀頼がそうう不思議な、えー、に状態で生き延びていたっていうのが分かって、 ひどいが驚くべきことを言い出すんですね。あの今の,そのわしの敬礼はどうなったか教えてくれ、ああのご子息の国松殿は、えー、殺されました。で娘子は、えー、あの出家した千姫様に引き取られて、天となって生きておられます。何、千姫が生きている、そんなはずはない。なぜかといえば、千姫は殺されたのじゃって言い出してですね。 えー、それであ明かされる驚くべきです。大阪落城の前夜ぐらいに、千姫がですね、えー、密室で、槍で刺されて死んでいたことが判明するんですね。えー、それは、なんで密室にいたかというと、淀君がその、まあ、ひどいんですけど、その千姫が逃亡したり、あの自殺して、その交渉の切り札がなくなっちゃうことを恐れて、えーうん、あの三方が、あの 土壁で、前が襖で仕切られて、監視がついていて、食事を入れるための穴が開いているような部屋に閉じ込めてです、ね。出さなかったと。その中にいたのになぜか槍で一つ金されて殺されていたことが判明するんですね。これは、ま、完全に密室殺人なので、うんうん、その密室殺人謎を秀頼はですね、 45年穴蔵にこもりながらずっと謎を考えてたんだけど解けなかった。何としても真相を知りたいということで、自分の妻が殺された事件をですね、え豊臣秀頼が推理するというですね、そういう物語です。うん、これ以上言わないんですけど、<laughs> えっとね、大変面白かったですね、これ。 な何しろ今言ったとこまでだいたい3分の1ぐらいのところになってるんですけど、言わなかったこともありますし、うん、あの、まあ、大阪夏の人、冬の人の場面とかはね、すごい、なんつうんですかね、やっぱり大スペクタルで描かれていて、バン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 ひ人が倒れていったりする場面もね、かっこよく描かれてたりするし、物語として何というかやっぱり面白いですね。面白い上に、 その謎解き部分とですね、後半に出てくる、えーまあ真相、な,なんでそんなことが起きたのかっていう真相解明がですね、まあやっぱ面白い。あ意外な拾い物をしたなと思って、うん、読んでよかったなと思いましたね。あの、この、 えー、タイトルがね、写真探偵、トっルトゥるデオっていう非常にこう蛇の実って書くんですけど、なぜ邪真なのかという疑問が浮かぶと思うんですけど、うん、まあ、それはちょっと言わないんで読んでいただきたいんですけど、まあまあ、あの、虚実の虚の方がいっぱい詰まった面白い時代ミステリーなので、えー、まだちょっと読み逃されてる方は、ね、ちょっと手に取ってみられることを おすすめしたいですね。あの、まあちょっと今月読の中ではかなり上位に来るぐらい面白くて、ここで紹介しようと思って撮っといたんですけど、非常に面白いので、えー、ぜひご覧いただきたいなと思います。まあこ,これは、まああの、なんだっけ、あの、本の字のやつもそうなんですけど、田中さんがたまに書く単発の時代小説の 時代ミステリーのすごい面白いやつの一連の作品の一つなんで、んえー、お勧すすめしたいです。面白いです。はい。えー、というわけで2冊目でございました。2冊目は、なんですかね、えー、びっ驚くミステリー特集だったですかね。うん、はい。じゃあ、その3に続きます。